我らが第一の部隊シックがエルデラとの戦に突入したとの知らせだ。ようやく決断なさいましたか。望み通りであろう。これで満足。満足？テスト。何がおかしい。我らが望んでいるのはディオニスの王エルデの死囚です。分かっている。本当に分かっておいでか。サーダリー様のご不興を買えばこの程度の国など一夜にして消し飛ぶのですぞ。軽く考えられては困ります。それともまだ帰国の置かれた立場をご理解できないのですか。貴様愚弄するかこのわしを。おやおや、ご立腹ですか。ならば玉座でふんぞり返ってないで前線に立ったらいかがか。貴様らの魂胆なぞ全て見通しておる。恐れているのはエルデのあの指輪であろう。図星か。だが指輪を望むのであればこちらの条件を飲んでもらわねば。心配には及びませんよ。ホルンは根絶やしにします。その方針に変わりはありません。ですがそれはエルデを亡き者にし指輪を奪ってからの話。私個人は失敗する確率の方が高いと見てますがね。クーリ様、教会の使者に向けて何ということを。わしを愚弄する者は許さぬ。誰であろうとも絶対にだ。しかし。使者が戻らぬなど珍しいことではない。この地方には昼間から飢えた狼が徘徊しておるからな。それは私たちのことかい。クーリ様、この者たちは一体。ビクトラとルアーサだ。言うなれば奥の手といったところか。なんか面白そうなことになってきたわね。まだまだこれからだよ。頼もしい言葉だな。高い金を払っているのだからな。それを忘れるなよ。それはこっちのセリフさ。そっちこそ約束はちゃんと守ってもらうよ。この戦で勝利したらビクトラを王妃にしてくれるって話？本当なの？ああ、本当だ。王妃、うっとりする言葉だわ。で、子供は何人欲しいの？まだ先の話だ。ディオニスとホルンを喰らいこの東の大地を統一した後西のランダルを迎え撃つ。離れていった者、わしを愚弄した者、全てを見返してやるのだ。サーダリーの思い通りになぞさせぬ。絶対に。Thank you.
なんて数だ。このままじゃ間に合ったみたいね。誰だ。君はグラセラ。お久しぶりね、モント。うん、本当に久しぶりだ。しばらく見ないうちにたくましくなったみたい。何かあったのかしら。いろいろあったよ。いや、ありすぎたかな。何にせよ、無事にウェゼットの血を踏めて何よりね。ミングに任せてよかったわ。そうかな。そうよ。まっすぐウェズエットを目指していたら、きっと今頃はウェズエットの兵士が。そうならないためにリンを送ったの。どういうことなんだ。君は本当にクーリ殿を討とうというのか。そうよ。これで全てが動き出す。モント、あなたがウェズエットを訪れたことで全てが動き出すの。手始めにシックを片付ける。行くわよ。ここまでだ。まだだ。もう無理だよサージェス。グラセラ様の加勢で形勢逆転されちゃったもの。
その通り。もはや打つ手なしだ。何を言う。でもならばここでおとなしく殺されるとでも言うのか。待ってくれ。僕は君たちの命を取るつもりなんかないよ。心配はいらないよ。傷は浅い。我らよりもあなた方の方が一枚上手のようですね。それは認めなくてはなりません。しかし任務の失敗は死。クーリ様は我々をお許しにはならないでしょう。僕たちが降伏するとしても。降伏？モント、何を言ってるの？私たちは勝利したのよ。グラスラ、僕たちが生き延びられたのは間違いなく君のおかげだ。でもここは僕に任せてほしい。頼む。僕たちは降伏して捕虜となり、君たちによってウェズエット城へ連行される。どうだい？それなら君たちの顔も立つだろう。しかしモント殿、そんなことをしたらあなたたちが王に。もう一度よくお考えください。ありがとう。君たちの気持ちは嬉しい。でも僕たちはウェズエットに頼るしかないんだ。だからどんな手を使ってでも同盟を維持する。わかりました。私たちもできる限りのことをいたしましょう。モント、あなた死ぬ覚悟はできてるの？僕らは死ぬつもりなんかないよ。しばらく会わないうちに私の知らないモントになったよね。僕は変わっていないよ、ずっと。ミウ、行きましょう。グラセラ様、良いのですか？これがモントの選択なら尊重するしかないわ。ですが、もしもクーリ様が心変わりなさってモント様と手を組むようなことがあれば。そうなれば戦うだけよ。容赦なんかしない。グラセラ、あら、あっさり引き下がったね。一応言い名付けだってね。行こう、ウェズエット城へ。そろそろ降伏したらどうだ。悪いようにはしねえからさ。あんただって痛いのより気持ちいい方がいいだろ。ふざけるな。俺を本気にさせるな。その言葉そのまま返せ。我らがホルン領内で何をしておる。いい女じゃねえか。なあ、俺の女にしてやろうか。そなたら何者だ。名前を教えてくれるんならいくらだって名乗るぜ。俺はカミンロ、よろしくな。わらわはマシュリー、王ロブの娘じゃ。ロブの娘？じゃ、ホルンのお姫様かよ。私は
オビス王国のディア、援軍を求めてこの地までやってきました。援軍だと？オビスは滅びに瀕しております。ランダルに攻められとすると、この者はランダルの犬か。よしてくれよ、ハインドラの出身さ。マシュリ様、あれは兄上。兄上、ちょっと待てよ。じゃあ、あの死体はホルンの王子ってことか。誰の仕業じゃ。私ではありません。ならば貴様か。落ち着けって。俺はジーゾン。どうするよ。あのカミッロという男、邪魔だな。始末するか。ランダルの犬め、ただでは返さぬぞ。仕方ねえな、女と戦うのは趣味じゃねえが。もしも俺が死んだら世界中の女が悲しむからな。地に手加減などしたのだ。そうしなければウェゼットとの絆は完全に断たれてしまいます。甘いぞモント。中途半端に相手を生かせば後に禍根を残すこととなる。この者たちなど存ぜぬ。それを通すことこそが同盟を継続するための唯一の方策だ。しかしエルデ様のおっしゃる通りです。君たちまで。真実を申し上げたまでです。ウェズエットを存続させるにはフェネスと結ぶしかない。クーリ様はそうお考えなのです。そのためならば何でもなさるおつもりでしょう。それほどまでにフェネスとホルンの同盟を脅威に感じているのか。はい。でもフェネスとホルンは早々に同盟を解消したんだ。え？本当ですか？ああ、真実だ。でしたらあなた方は歓迎されるでしょう。表向きは。表向きは？私がこのようなことを申し上げるのはおかしいのでしょうが、クーリ様のことは信用なさらない方が良いかと思います。もう誰もグラセラ様でさえも信用なさっていないのですから。Thank you.
ウェズエット城はまだ見えてこないか。ええ、エルデ様のお傷は思った以上に深いようですね。そうなんだ。早くしなければ手遅れになるかもしれない。急ぎましょう。そういえば、クーリ殿がグラセラのことを信用していないと言っていたよね。はい。二人は親子じゃないか。なのにどうして？モント様は、グラセラ様のご出自をご存知でしょうか？知ってる。キサキとの間にできた子ではないと。その通りです。グラセラ様のお誕生前に、クーリ様はお妃様との間に王子を設けられたのです。しかし王位継承権をめぐる権力闘争の末に何者かに暗殺されました。それでその後に生まれたグラセラに王位継承権が渡ったんだね。ですがグラセラ様も暗殺された王子同様にお命を狙われるようになりました。それでもグラセラ様は数々の困難に打ち勝ち、次期国王の座を手に入れられました。それで全ては終わったはずでした。まだ何かあったのか？クーリ様がグラセラ様にある条件を出したのです。
クーリ殿がグラセラに出した条件、まさかそれを承服しなければ王位を譲らないとでも。その通りです。その条件とは一体。グラセラ様のご親族を全て亡き者にすること。なんだって。クーリ殿はどうしてそんな非道な条件を。簡単なことです。グラセラ様のお母上は王族どころか貴族の血筋でさえない。そんな血筋なんてどうだって構わないじゃないか。いいえ、臣下たちは納得しないでしょう。下賤の者の血の混じった女王にお仕えしなければならない。それが臣下たちにとってどれほどの屈辱か考えるまでもありません。つまりクーリ殿はグラセラの過去、執事を封じるために、それでたったそれだけのために親や兄弟を殺せと。馬鹿げてる。当然グラセラ様はその不当な条件をはねのけました。それでクーリ殿とは仲違いすることになったわけか。仲違い程度ならばどれほど良かったことか。グラセラ様は施設の部隊イブキを率いて王宮から姿を消しました。まさか。ウェズヘッドは近いうちに二つに割れるでしょう。同じ国の者同士で争うというのか。クーリ様はご判断なさったのです。リオニスはモント様は言い名付けであるグラセラ様につくに違いないと。それで僕たちを殺すよう君たちに命じたのか。それだけではありません。モント様のお持ちのその指輪がウェズウェットに渡ることになれば、我らがシックはあのホルンの堅牢にも比するほどの強大な軍となるでしょう。となればサーダリーに神戸を垂れる必要もなくなるか。はい。フェネスとの同盟を急いだのはそういう理由からなのか。事態は思った以上に複雑です。それでもモント様、ウェズエット城へ行かれますか。ああ、行くしかないんだ今の僕たちは。将兵の一団がこちらへ向かってきます。おそらくはサーダリー率いる軍勢だと。ほう、こちらの存在を気取られているのか。いえ、そのような兆候は見受けられません。
油断しきっているということか。ムラガはどうだ。ムラガのフェネスの兵士の姿は一人も見えません。フェネスは戦場に残したままか。ロブ様、サーダリーはダインベルク教会へと帰還するつもりであろうな。ならば好都合、ホルンの王ロブをたばかった罪を存分に償わせてやろう。全軍に次ぐ全速前進、これより教会の僧兵どもとの戦に突入する。蹂躙せよ、奴らの血でこの大地を神躯に染め上げてやるのだ。